Music's our various emotions. Love is the message. You're listening to Shibuya Cross FM.フレッシュチャンネル、はい、皆さんこんばんは。フレッシュ撮影会が運営するラジオ番組フレッシュチャンネル第4回目の放送です。パーソナリティを務めますのは私、フレッシュ撮影会社長の上田です。よろしくお願いします。いつもはあの公開収録でワイワイとね、お客さんと一緒にやってるこの番組なんですけれども、今回は無観客での収録となっております。はい、皆さんなかなかね、この時期おうち時間が長くなってると思いますけれども、どうお過ごしでしょうか。私はね、そうですね、なんだかんだと仕事が増えてきて仕事ばっかりなんですけど、やっぱり Hulu だったり Netflix でドラマだったり映画だったりを家で見ることが多くなって、そうですね、最近だとイテウォンクラスという韓国ドラマが Netflix であるんですけど、それを見たりとか、そのイテウォンクラスはソウルの、すごく飲食店の激戦区であるイテウォンという街にレストランを開く青年が、すごい超大手の、飲食業界トップの会社にすごく邪魔をされながらも頑張ってお店を大きくしていくという、すごい結構痛快なストーリーなんでぜひ、おすすめのドラマなんでチェックしてもらいたいなと思いますね。すごいなんかそれを見て、なんか無性に韓国に行きたくなって、つい昨日社員と一緒に Uber Eats で韓国料理を食べたりもしました。そうです、はい、ではちょっと番組の説明をしたいと思います。この番組はですね、月間延べ1000人以上のタレントが出演するフレッシュ撮影会が選ぶ今人気急上昇中のタレントさんや、アイドルさんをトークや企画をもっと楽しみながらご紹介していくような番組になっております。今日はビデオ会議システムを使ったオンラインでのゲスト出演となっております。今日もすごく豪華なゲストが参加していただく予定なので、楽しみにしていてください。そうですね、ゲストにご登場いただく前にフレッシュ撮影会についてご紹介させてください。フレッシュ撮影会は秋葉原のスタジオで開催しております。アイドルやグラビアタレントが出演している撮影会です。スマホ OK のスタジオだったりとか、レンタルカメラもご用意しておりますので、カメラをお持ちでない方でも気軽にご参加いただけます。季節問わずいろんなタレントさんがいろんな衣装で登場するので、ぜひ気になった方はフレッシュ撮影会で検索してみてください。はい、はい、ではこの後1曲目に行きますが、曲の後にはアイドルグループの方々にご登場いただきますので、ぜひ楽しみにしていてください。そうですね、はい、じゃあそれでは1曲目に行きたいと思います。1曲目はシホレインボーさんで地球人です。
お聞きいただきましたのはシフォレインボーさんで地球人でした。はい、ありがとうございます。さあ、それでは皆さん、お待たせしました。渋谷クロス FM さんから生放送でお届けしておりますフレッシュチャンネル、今回オンラインで参加していただくゲストはこの方々です。はい、こんにちは。はい、じゃあそれでは一人ずつご紹介どうぞ。はい、どうぞ。はい、皆さんこんばんは、アイロボのうさきゆめです。よろしくお願いします。はい、お願いします。どうぞ。はい、アイロボ新メンバーの星野文です。お願いします。はい、お願いします。はい、本日はよろしくお願いします。はい、今回アイロボさんから3人参加していただいてるんですけれども、はい、はい、なんと今日あのね、スケジュールの都合により参加できなかったメンバーもいるということで、ちょっと姫ちゃんから紹介をお願いします。はい、アイロボはですね、全部で6人のメンバーになってます。あとはですね、末永美優ちゃんと桜木ひなちゃんと川原かなちゃんという3人がいるんですけど、はい、この末永美優ちゃんはですね、アイロボの美容番長であり、美容番長、はいで、桜木ひなちゃんはですね、まあよく喋ってよく食べる子です。よく食べる、なるほどね。はい、で川原かなちゃんはですね、まあ、はるとむんちゃんと同い年なんですけど、ちょっと大人っぽいところもありながら、あの不思議なところもある女の子です。はい、なるほど。はい、はい、そんな6人でアイロボさん活動してます。はい、はい、そう、今あの新メンバーっていう話があったんですけど、ムンちゃんが最近新メンバーとして加入したんですよね。はい、どうですか、ムンちゃん新メンバーとして加入して、はい、歌や振り付けとかも覚えてきました？それがですね、結構、まあ、歌はもう聴いて覚えてきてるんですけど、うん、ダンスはちょっとちょうどあの時期に、ああちょうど時期にね、
ちょっとみんなで合わせることができなくて、うん、まだあんまり振りが入ってないという。なるほどね、これからダンスはこれから。はい。でも歌は結構覚えてきて3曲ぐらいは自信あります。お、自信ある曲がなるほど。特になんか自分の中でこれいけてるなっていう曲は。やっぱり新曲ですかね。なるほど、新曲。新曲の紹介もね。新曲の曲、新曲か。新曲、ちょっと、じゃあちょっとだけ、なんていうタイトルなの新曲は。新曲はですね、ゆべ…もう一回ね。はい、新曲のタイトル教えてください。はい、新曲はインフィニティラブです。はい、はい、これもね、ぜひ最後また詳しく告知するんで、はい、チェックしてみてください。で、アイロボの皆さんに最近僕、アイロボさんの YouTube をちょっと拝見しまして。ありがとうございます。はい、なんかムンちゃんが白色カラー、ムンちゃんの担当カラーが白色だっていうのを配信の中で見たんですけど、なんか結構フレッシュに何度も毎月出演してくれてるんですけど、担当カラーがあることを最近知りまして。実は担当カラーってあったんですね。一応みたいな一応だっていう。最近キャンディーストリップっていうのでタオルを回すんですけど、はい、曲でね。そう、タオルの色がちょっと一応担当カラーなのかなっていう。ああ、そう、一応なのかなっていう。じゃあそれはなんかこう、みんなで、じゃあ私はこの色っぽいなとか、私この色じゃなきゃ嫌だみたいな言い合いがあったとかじゃなく、結構スムーズに、はいはいみたいな。そうですね、なんかでも私は曖昧なんですよね。なるほどなるほど曖昧？曖昧だっては、うん、2色持っちゃってるみたいな。あ、なんか2色、まあ、2色持っちゃってます。2色持っちゃってるなんか本当は姫は最初紫のカラーだったんですよ。なるほど。けどなんか気づいたら姫が自然といつもピンクのタオルを持ってるっていう事態になってますいや、なんか違うんですよ。一応タオルはマネージャーさんとかが用意してくれるんですけど、はい、紫のタオルが毎回ないんですよなるほどなるほど毎回紫のタオルがなくてピンクのタオルしかない時が結構あって。なるほど。本当は紫だけどもうピンクしかないから。そうなんですよ。でもなんか生誕の時に、はい、その私の T シャツとかその生誕 T シャツを作るんですね。まあ、担当カラーとかもあるんですけど、はい、で私はピンクなんですよ。なるほどじゃあもうそれはもうピンクにした方がいいんじゃないかなでも紫も、まあ、いい色だよね。紫もね。でもさ、なんかさ、紫からピンクになった理由絶対あると思ってて。おお、なるほど。最初に姫が持ってた紫のタオルが結構濃い色だったんですよ。あ、で、姫なんか自分で持って帰って漂白剤でちょっと色を薄くしたいって言って持って帰ったんですよ。なるほど、徐々に。そう。で、持って帰ってなんか次のライブの時持ってきたらなんか意味わかんない、なんかカビが生えちゃったみたいなになっちゃってて、でなんかそれはなんかメンバーとしても姫的にもちょっとなんか不本意で、なんかちょっとこれは良くないかなってなったら気づいたらなんかピンクだったから、なんかあ、いい感じだったなって思いました。なるほどね、ちょっと流れがね、ちょっと色落ちさせたかった狙いがね、あったんですよ。なんか薄い紫にしたかったんですよ。あー、可愛いやつね。はい、マカロンみたいな。そうです、そうです、そうです。マカロンの紫、黒っぽい紫だったんですよちょっと魔女っぽいみたいな。そうです、そうです。だからちょっと可愛い紫にしようと思って、はい、漂白したら なんていうんですか、なんかマーブルみたいな、マダラになるほど、なるほどあー、そうなんですね。はい、で、紫で、はるちゃんは何色に一応担当カラーは。私は水色です。水色なんだ、すごい。なんか 赤とかかと思った。え、本当ですか。うん、なんかリーダーシップがすごいありそうだから、なんか戦隊ものでいう赤みたいな待って、そんなことは人生で初めてやりました。なんかみんなを引っ張ってるなっていうイメージがあって。いや、それはあれですよ、 YouTube とか見てくれてるからですかね。ああ、
本来の気質的にはちょっとそういう MC 的な立ち位置はちょっと苦手なの。なんかどうですかわからないんですけど、ライブの時だと、いつもみゆちゃんが引っ張ってくる。私はなんか、一人でなんかやってるってタイプで、だから水色でした。水色、ちょっと自由なね。水色ってちょっと自由なイメージあるけどね。本当ですか？うん、だって空と同じ色だし。社長水色っぽいですよ。本当？水色っぽい。そっか、じゃあ白と水色と紫の、はい、一応担当カラーがね。じゃあ応援するときもこれからはなんかこう白とか水色とかそういうの持ってった方が良かったりするのか。そこはまた別。あの生誕祭 T シャツを一人一人、もんちゃんはまだ作れてないんですけど、作った時はみんなその推しのメンバーからの T シャツを着てきてくれてるので。なるほどなるほど。そっか、じゃあ生誕祭は推しのカラーの色を。なるほど。でもなんかアイルボのファンの方ってすごい優しくて、うん、推しじゃなくても生誕 T を買ってくれて、一色に着てくれたりするんですよ。箱推し。はい、それはすごい。なるほどね。じゃあちょっとそういう色も覚えつつ、で、あと最近ちょっと耳に挟んだんですけど、アイロボの TikTok の再生数がなすごい勢いで伸びてるっていう。そうなんです。はい、TikTok ありがとうございます。ね、結構その中でも人気のなんか投稿があって、なんかはるちゃんが徐々に大人になっていくっていうのが、はいはい、ちょっとぜひ見せたいと思うんで、今ちょっとここでね、いいですか、ちょっと紹介しちゃっても。はい、はい、この、はい、今映ってる投稿なんですけど、ちょっと再生を、ちょっと音はねあれなんで出せないんですけど、再生しちゃいます。はい、これは今は、今これ何、小学生、これ小学生です。小学生、あ、これは中学生です。中学生に、で、高校生に。高校生。なるほど。はい、はい、ちょっとこんな投稿が、はい、あります。伸びましたね、なんかこれどれぐらい再生されたの。撮影時間ですか。あ、違う違う、その再生回数みたいな。あー、再生回数自体はこの間、昨日とかに70万回。まあ、1人が10万回見てたら7人だけどね。すごい、強烈なファンが。ずっと見てるかもしれない。でも70万、ね、1人1回だとしたら70万人が見てるからね。そうなんですよ。すごい。はい、これからも結構 TikTok は投稿続けていこうかなっていう。そうですね、姫とかむっちゃんもなんか今のちょっと動画私はだったんですけど、うん、2人もあと他のメンバーもみんな TikTok アイロボ載せて、うん、なんか本当に可愛いな方向となってるから。可愛いな方向、マジで見てほしいです。他のメンバーのやつも本当にちょっと見てほしいぐらい。そうね、もう全部紹介したいんだけどね、なかなかこうね、はい、時間がないから。あ、ごめんなさい、そうですよね。ぜひ TikTok チェックしてもらって。はいはい、お願いします。はい、そうなんですよ。結構僕もいろいろ全部見て見応えあるなと思って、ほんといろんなメンバーがね、もういろんな投稿をしてくれててすごい面白いんで、ぜひアイロボの TikTok チェックしてみてください。ありがとうございます。はい、結構ね、この今話が尽きないんですけど、一旦ここで曲に行きたいと思います。曲の後にはちょっとしたゲームをみんなでしたいと思いますので、引き続き楽しみにしてください。それでは2曲目に行きましょう。2曲目は山本香織さんで愛されたいです。窓から月
きいただきましたのは山本香里さんで愛されたいでした。はい、ありがとうございます。さて前半はフリートークで盛り上がってまいりましたが、ここからは一つゲームにチャレンジしていきたいと思います。はい、ゲームは絵しりとりです。絵を描いて順番にその絵が何かを当てて、そのちょっとまあ徐々にね、何が続くかっていうのを、はい、ちょっと今ルールの説明をさせていただきます。まず一番最初の人は好きな絵を描きます。タイムリミットは制限時間は20秒です。で次の人は前の人がドンと出した絵を見て、そこから20秒間でその絵が何かを当てて、その頭の中でその絵を言葉にしてもらって、言葉の最後の文字から始まる言葉を考えて、その最初の文字から始まる絵を描いていきます。はい、で次の人も同じように絵をどんどん描いていきます。で何の絵、ルールは、何の絵か分かってもその絵について言ってはいけません。はい、であとは、文字を書いたりもしちゃいけません。ニャーニャーとかね、これはカゴですとか、そういう文字を書くのも NG です。はい、むんちゃん大丈夫そう、はい、私ですか？むんちゃんルール大丈夫？え、でも大丈夫です。言わないと思います多分。なるほどね。はい、で制限時間は 20秒なので、20秒経ったらみんなちゃんとペンをね、もう離して、もう書き続けちゃダメだよ、これはルールとして。はい、はい、ではまず順番を決めていきます。順番はここにくじがあるので、くじで決めていきます。ちなみになんかこう私も参加するつもりで今進めてますけど大丈夫ですか？ぜひ。大丈夫。はい、よかった、みんなが優しくてよかったです。はい、じゃあ一応自分もね9時に入ってるんで、はい、じゃあ一番最初の人は好きな絵を描けるんで、はい、一番最初の人ははるちゃんです。はるちゃんが1番で、2番がむんちゃんです。はい、はい、で3番が姫ちゃん。あ、やばい、4番が僕です。あれ、これ4番僕ってなんかあれかな。ちょっとくじで決めたんで公平にちょっとあれですけど、はい、そんな感じでいきたいと思います。これ1番のはるちゃん結構ねプレッシャーだけど、はい、んで終わるね、いやお題はダメだよ。え、んで終わるお題はダメですよ。大丈夫ですよ。キリンとかダメだよ。分かってください。では絵しりとりいきたいと思います。はい、それではいきます。よーい、スタート。はい、はるちゃんどんな絵を描くんでしょうか？はい、できました。はい、まだ10秒ある。まだ10秒5。え、20秒めっちゃ早くない？でも早い。はい、タイムアップです。はい、では次のむんちゃんいいですか？ドンと言ったらあるちゃんが見せてもらって、それから20秒ですよ。はい、はい、じゃあ行きます。あるちゃんお願いします。ドン。ああ、すごい。結構分かったかな。まあ、これはなんかすごい、ね、ヒントも必要なさそうな、うん、そうです。やばいかもしれない。待って、緊張する、めっちゃ緊張する、お腹痛い。なんで？いやー怖いよー。はい、タイムリミットでーす。はい、早っ。いきます。じゃあ、はい、むんちゃん絵をお願いします。はい、でん。え？伝わったかな？まあ、すごいセンスは感じるよね。やっぱ後半に姫と社長さんがいらっしゃるのが、はい、終わりでーす。はい、行きます。はい、では姫ちゃん絵をお願いします。せーの、ドン。おお。優しいパスをありがとう、むんちゃん。めっちゃ優しかった。
いい流れね、めっちゃいい流れ。社長さんにかかっております。社長さん、緊張するな。やばい、ラスト。お、終わった。できました。絵はこちらです。はい、じゃあ、はい、答え合わせをしていきたいと思います。はるちゃん、はるちゃんの絵をお願いします。はるちゃんの絵は、はい、はるちゃんの絵は何でしょう。桃です。桃、はい、わかりやすい、はい、分かりやすい。むんちゃんは、はい、森です。森、うんうんうん、森、あえて3個にしたんですよね。あえて3個なんだよね、うん、はい、じゃあひめちゃんお願いします。リンゴです。はい、リンゴ、すごい。はい、で僕はこれゴリラです。ちょっとね、毛がもうちょっと毛深くしたかったんですけど時間足りなくて。そういう問題じゃない。ゴリラです。めっちゃ目が怖い。なんか目ちょっとこの筋肉とかうまく表現できてるかなっていうね。そうですね。はい、こんな感じでもう一旦行きたいと思います。はいはい、はい、じゃあまた引いていきます。はい、じゃあ1人目は、はい、1人目は姫ちゃんです。おー、はい、何書こうかな。はい、次がですね、はい、私上田です。はい、2番目です。はい、3番目がはるちゃんです。おー、はい、で最後がむんちゃんですね。はいはい、どうですか、姫ちゃんも書くものは決まりましたか。はーい、はい、ではいきます。よーい、スタート。あー、姫が最初か。はるちゃんの後の安心感やばいね。本当に。うん、いや、ちょっと俺の後の安心感をちょっと言ってくださいよ。はい、時間です。はい、では2番目僕がいきます。めっちゃ得意なのにしました。いきます、せーの。おー、わー、すごい。これは分かった。難しいかな。すごい、20秒にあんなに書くのすごい。うん、毎日練習してるから。そうだったんだ、努力の賜物だ。はい、ちょっとやめてよ、練習してるのバラすのは。はい、行きます。じゃあいいですか。はい、はい、行きます。よーい、え、え、終わった。え、じゃあじゃあじゃあ、わかりました。あ、そういうこと。あ、ちょっとわかったかもしれないです。はい、時間です。はい、うわ、ちょっと惜しい。はい、じゃあ行きます。お願いします。せーの、ドン。お願い。え、いやいや、これ伝わってる。なんだなんだ。え、難しい。ちょっと難しい。はい。はい、タイムアップです。じゃあ順番に、はい、順番に行きたいと思います。はい。はい。ひめちゃん、絵を見せてください。はい。こちらは、こちらはスポンジボブです。だと思った。だと思ったよ。はい、で、私の絵が、これがブリです。やっぱり、だと思いましたよ。はい、お願いします。はい、リスです。リス、リスからの、文章お願いします。ちょっと、まず間違えてるというのを前提で。はい。最高です。最高。え、あー、ハムスターかと思った。ハムスターか。で、ブリも分かんなかった。フグかと思った。あ、そうか、でもフグから
フグはもうちょっと太く書くよ、まるまる。そこはそこはまるまる書きますよ。え、ちょっとでもこれははるちゃんがファインプレーだったね。うん、いやよかった。スポンジボブ見てなかったらちょっと分からなかったいやそこはスポンジボブ見ててくれてるから分かるだろうなと思って、うん、いや本当にでも分かりました。はい、そんな感じでちょっと絵しりとりどうですかね。絵しりとり、ひめちゃんどうだった絵しりとり。いや私すごい絵心がないって普段から言われてるんで、うん、ちょっと修行した方がいいかもしれないね緊張してたんですけど伝わってよかった。でもすごいスポンジボブはすごい分かった。うん、はるちゃんどうでした。ちょっとブリ難しかったけど社長さんの絵心がすごくて、でもなんかファインプレーした時ってすごい気持ちいいかなって思いましたファインプレーね、はい、よかった楽しかった。でもハムスターとリスだからね。もうムンちゃんも最後ちょっとどうだったか、うん、ハムスターとリスちょっと惜しかったですね。惜しかった、うん、っ惜しかったなって思います。ムンちゃんねちょっと今ちょっとメンバーに入りたてだからちょっとまだね爪を隠してるから猫をかぶってるからね。はい、そんなことない、そんなことない。はい、はい、結構ね盛り上がってよかったんですけど、はい、ここで3曲目に行きたいと思います。3曲目はアイロボさんの曲を、はい、はい、夢ナビゲーション、はい、DJ 島村さんのリミックスバージョンということで、はい、この曲はどんな曲ですか、はい、はるちゃん。この曲はまず夢ナビゲーションっていう曲がもともと原曲であって、そこに DJ 島村さんっていう方のめちゃめちゃかっこいいリミックスが入ってるんですよ、はい、でこのリミックスが加わったことによってダンス要素、あとハッピーハードコアっていうんですけど、ハッピーハードコアその曲のジャンルで、うん、めちゃめちゃかっこよくて、元の原曲はアイドル感が強いんですけど、この曲は本当にもう渋谷のパリピっていう、まあそういう言い方するとちょっと違うんですけど、めちゃめちゃダンスの曲でめちゃめちゃかっこいいので、本当にいろんな人に聴いてもらいたくてこの曲を選んだので、皆さんぜひじっくり聴いてください。はい、はい、じゃあそれでは、はい、曲振りをムンちゃんお願いします。はい、はい、それでは聴いてください。アイロボで夢ナビゲーション、 DJ 島村リミックスです。どうぞ。
はい、聞いていただきましたのはアイロボで夢ナビゲーション DJ 島村リミックスでした。はい、すごいね、あのなんかやっぱノリノリの曲でなんか走り続けるからのところがいいね。すごい。でも結構お客さんファンのみんなもすごい乗ってくるんじゃない、こういう曲だと。そうですね、アイロボはなんかアイドルっぽい曲とこういうかっこいい曲がどっちもあるのがすごいいいなって、うん、なるほど、どっちもすごいなんかノリノリなんだけど、曲流れてる間一人で乗ってたからちょっと恥ずかしい、やっぱりスタジオに一人なんで。ぜひね、ライブ始まったらこの曲も生で聴きに行きたいと思います。ありがとうございます。はい、今回はなんとあのね、自宅からのオンラインでのゲスト出演ということで、あのなんと今家にある皆さんの宝物を少し紹介していただこうかなと思います。いいですか？いいです。はい、じゃあちょっと誰から行こうか、今回は挙手制でどうでしょう。はい、はい、あ、じゃあはるちゃんから、はるちゃんからお願いします。ちょっとむんちゃんまだ爪を隠してるよ。いやいいですか？はい、じゃあはるちゃんの宝物お願いします。私の宝物はこちらです。こちらファンの方からもらったお手紙なんですけど、はい、あのいつも学校とかライブとかで外に出ることが多かったんですよ、前は。けど最近家にずっといるので、こういうお手紙をずっと読み返したりして、ちょっと横にすると住所とか書いてあって、まあね、話とあの時代ですけど他にもたくさんあって、家でこういうねお手紙を読み返してると、あ、なんか宝物をたくさん私はいろんな人にもらってるんだなという気持ちにさせてもらってます。すごいちょっと横だけで、ね、でもどんどん増えていくから宝物がね、すごいいい宝物だよね。そうなんですよ、ありがとうございます、はい、ファンの皆様。はい、じゃあ次はどちらが。はい、じゃあむんちゃん。なんかあんまりこんなすごいものじゃないんですけど、はい、こちらになります。それは何でしょう。すごい年季入ってるんですけど、プリクラ手帳。はい、小学校の頃に誕生日に親友にプレゼントしていただいたもので、はい、シール帳なんですよ。シール帳。うわぁ懐かしい。え、こういうの流行ってましたよね、私だけ。流行ってた、流行ってた。なんだろうな、俺が小学生の時はタレパンダしか流行ってなかったからね。懐かしい。なめこです。あ、なめこ。ジェネレーションギャップ。こういうの、こういうの。あー、すごい。そうそうそう。なるほど、確かにすごいね、思い出がぎっしりと詰まってます、シールの数だけ。はい、じゃあ続いてひめちゃんお願いします。はい、私の宝物はですね、やっぱりまあ生身の人間が一番宝物なんですけど。まあそれはまあそうなんですけど、ちょっと、まあ、春と一緒でこのファンレターとか撮影会で撮っていただいて写真とかをいただくので、うん、そういうのとかと、うん、あとはこれです。なんだこれは。あ、かわいい。これはですね、昔飼ってた私の愛犬。あー、すごい、そっくり。そう、そっくりなんですよ、これが私の宝物です。はい、かわいい。すごいそっくりなのを見つけて、そう、そっくりなのを見つけて即買いました。うん、え、ボロボロ作ってもらったんじゃないの。そう、買ったの。へぇ、偶然。みんなそれぞれ宝物があってすごい、むんちゃんもシール帳がすごい懐かしいなって。あ、すごい、すごい大量に箱いっぱいに入ってますね。結構やったことないですよ私。ん、え、一番にお手紙もらったことないんですよ。これから、これから、これからだよ。一枚一通ぐらいはあるんですけど。いや、これからでも本当。待ってます。後ろのタンス全部手紙で埋まっちゃうよ。そうそうそう、上に来てください。後ろのタンス全部埋まっちゃうぐらいもらえると思うんでね。はい、まあそんな宝物を紹介していただきました。はい、どうですか。はい、そろそろ番組終了の時間になるんですけれども、アイロボさんから。はい、そうなんです、ちょっと早いんですよね、50分、ちょっと短いんですけど、アイロボさんから告知があればお願いします。はい、じゃあ、はい、ひめちゃんから。私からさせていただきたいと思います。こちらのですね、フレッシュさんのいつもお世話になっている撮影会にアイロボが30日に
ソロ撮影会として一部7名様限定で撮影を行わせていただくので、はい、ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、はるちゃんどうですか。はい、私たちアイロボはアイロボレビューという YouTube チャンネルがありまして、ライブ映像だったりとかミュージックビデオだったりとか普通に企画の動画とか撮ってて盛りだくさんになっているので、ぜひチャンネル登録して動画、いいね、高評価、グッドボタンよろしくお願いします。いや、すごい慣れてるいいね、いいね、高評価、グッドボタンかはい、すごい。でも本当見応えのある動画ばっかりで、特におすすめの動画1本あげるとしたら。あー、でも最近やっぱムンちゃんが新メンバーとして入ったので、ムンちゃんの自己紹介動画と、あと姫ちゃんのお絵描きが発揮されてる動画がもうすぐ上がるのかなと、あと私の料理動画と、え、もう本当料理動画ちょっと、はい、好きないからおしまいはい、じゃあムンちゃん最後に告知あればお願いします。はい、先日披露させていただいた新曲があるんですけど、はい、インフィニティランブという新曲がありまして、まだちょっとリリース日とか未定なんですけど、ぜひ楽しみに待っていてくれたら嬉しいです、はい、お願いします。リリース楽しみにしてます、チェックお願いします。はい、ということであっという間でしたけれども、フレッシュチャンネルどうでした、皆さんどう。楽しめっちゃ楽しかったです。はい、ムンちゃんどう。ムンちゃん私あんまりこういうのやったことないんで、すごい楽しつつ緊張しつつって感じですね。次回はぜひ3人ともスタジオにも来てもらってね。行きたい、うん、ぜひ行きたいです。お願いします。スタジオだとなんかすごいラジオの収録してる感がまた楽しめて面白いかなと思うんで、うん、はい、では最後にフレッシュ撮影会の告知もしたいと思います。秋葉原で毎日開催のフレッシュ撮影会、今回ご出演いただいた3人もフレッシュ撮影会に出演してくれてますので、ぜひ SNS やホームページチェックしてください。なかなかね、こうみんなこう普段いろんな衣装で登場して、私服だったりとか、まあそのちょっとねコスチューム系の衣装だったりとか、すごい可愛い衣装ばっかり登場してくれるので、ぜひホームページなどチェックしながら参加してみてください。はい、ということですね、フレッシュチャンネル次回の放送は6月24日水曜日21時からの放送となりますので、次回もぜひチェックしてください、お願いします。はい、ではそれでは皆さん最後ちょっとあのねカメラに向かって手を振って終わりたいと思います。フレッシュチャンネルありがとうございました。ありがとうございました。